皆さんこんにちは、日本人、兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、10月20日、15時35分、最近ですね、これは内閣の方たちや総理や、国会議員の方たちや天皇家の方たちや、あと各自動車メーカーの方たちへ向けてのメッセージなんですけども、河川水門開閉式ダム発電でこの間、加古川という兵庫県にある河川の撮影に行ってきました。でそこで、いろいろと、発見したんですけども、もともとその加古川では河川のその水を開閉するようなものがありました。でそれはコンクリートで作っていました。川幅は横幅300メートルから500メートルぐらいあるかもしれないですね、場所によっては。それぐらい広いところなんです。500メートルは言い過ぎかもしれないですね。かなり広い河川なんですけども、その上流のところから私撮影してるんですが、それはね、ホームページ淡井圭介の履歴の、YouTube 一覧表というものがありまして、この上の方のところにですね、この辺りですね。どうしても指が当たったらね、次の画面行っちゃうんで、違う画面に行ってしまったんですけど、上流のところで、その門の作り方のところで、ある程度コンクリートを導入すると、そういうような形で作れる地点が多数あります。川幅が異常に広いところですね。どう考えても、とんでもない大雨になったとしても、河川のその増水によって、その川の横の堤防を越えて、町の中に流れ込むっていうこと、これはないなというようなところの、非常に広い幅の地点はたくさんあるんですよ。だからその水平がかなり続いている地点のところで、ある程度の高さまでの、堤防を、コンクリート、石垣等で作りますと。で、中央から水が流れるような形にして、通常時、こういうふうな形というようなことで、撮影しながら、述べています。で、そういうふうな仕組みを作ることによって、金属の消費を、一部抑えることができると。それとですね、加古川というところを地図で示しますと、こちらが、加古川なんですけども、この河川が。でこの辺りが兵庫県小野市です。兵庫県小野市と書かれていると思うんですけども、このね、小野市の、加古川の上流の、この、こちらの方の、細くなってる河川ありますよね、こちらの。こちらの方の上流のところから撮影しに行ったんですね。本流のもっと上の方は、今度機会があったら撮影に行きたいなと思ってるんですけども、同じような名前の河川とかがいっぱい合流したりしてるんですけども、この万願寺川、北条鉄道をずっと登っていったところの、こちらの方の あの河川。ここの上流部のところから、撮影しています。1日で30キロほどは、歩いてますね。この地点ですね。駅は、この辺りが最終地点なんですけども、そこから、東の方へ移動して、で、この辺りから、河川区は、この辺りかな。撮影を、行っています。で、トヨタさんとか自動車メーカーの方には、こちらの方もね、河川の、万願寺川のところを、横を歩いているだけで、不法投棄されている車が、10台ぐらいありました。一つは、
バスですね、あの市バスとかじゃないんですけども、あの、まあ、ちょっとしたバスで、まあ、タイヤとかを外してる状態で、まあ、空き地にあの放置されていると。で、あとはまとまった車はが5台ほど駐車されていたりだとか、多分お主だけで、20台ぐらいはあると思いますよ。だからその辺のところメーカーさんの方で回収していただいて、まあ各部品、まあ、ばらしていただいて、金属の種類ですね、まあ、分けていただいて、まあ、また溶かして、鉄鋼所などで溶かして、まあ、アルミはアルミ、鉄は鉄というような形で、銅は銅というような形で、再処理していただけたらなと思います。今のトヨタさんなら余剰金がたくさんありますので、それを仕事として、今従業員の方たちは特に新車販売に、新車の生産とかに力を入れるんじゃなくて、街中いろんなところから、そういう不法投棄されている車を回収すると、まあ、こういうふうな形で動いていただきたいんです。それはオートバイも同じなんですよ。あとオートバイのメーカー屋さんとかに自転車の方もお願いできませんか。あの各、市営住宅だ、例えば僕が住んでるここの兄の第一タウンハイツだけで20台以上あります。自転車放置してもうサビサビの、もうほったらかしです。だからあの廃棄処分するときに随分昔にあのお金がかかるようになったじゃないですか。だからそれがあるから、もうみんなその辺に乗り捨ててるんですよ、自転車。今の世界って本当にもうものすごい数あるんです、これが。でそれを回収したらあのかなりの金属量になるのはまず間違いないです。で世界中に、まあ、政府投資呼びかけてるのは、まあ、1ドル150円ぐらい、これは今の日本の国力であると。だからまあ今のタイミングはあの他国で金属を買うタイミングではなくて、自国の金属をかき集めるべきであると。これこそ本当のエコロジー魂であって、掘るのにも結局石油とかは消費されるわけじゃないですか、エネルギーの残存量問題で。で、掘ってるぐらいだったら街の中にほったらかしになって、これ以上錆びるぐらいだったら自分たちで回収してしっかりと金属を使用しようっていう形で動いていただきたいんです。でそれによって河川水門開閉式ダム発電とか作れるはずですんで、まあ、この辺ちょっと歩いただけでも軽く20台超えますね、岡場田氏のあたりで。本当になぜなら中古車のショップが丸々潰れてそのまま放置されてるんですよ。でもう車がもう苔が生えてきたりしてるんですよ。だこの辺のところでもあのすぐ家の近くのところでももう10年ぐらい同じ車置きっぱなしにされていて、ナンバー外して、でもうものすごく古い車です、何十年も前ので、多分もうこれ売れないんだろうなっていう状況で多分放置されてると思うんですね。だからこの辺のところの一回中古車販売センターの人たちにも聞いてみて、もうちょっとした値段で引き取りますよっていうようなことで、もうそのまま放置してるぐらいだったらそちらも大変でしょっていうことで、まあ回収に当たっていただけたらなと思います。もうタイヤ自体がね、もうパンクしてるような状態になってるんですよ、長年放置していて空気が抜けて。だからもうよっぽどの年月だと思いますよ。なあ、まあ、今回の、まあ、総理や内閣や天皇家の方たちへのご報告に関してなんですけども、河川水門開閉式ダム発電を作るにあたって必ずしも金属を使用しなければならないということではないんですよ。コンクリートとかも一部、使用することによって効率よく、発電貯水ができるような仕組みっていうのは今回の加古川の河川を撮影しに行った時に言っています。あと、まあ、あの向こう側総河川 1,2,3 とありましたけども、あの内容を、ちょっと削除して、新しい向こう側総括編前半っていうものを、この間アップロードしました。8分ほどなんですけども、たくさん水をできるだけ貯水しといて、そこから、傾斜のあるところは地下水流トンネル発電型にして、まあ、流していって発電すると、回転扉を何台も設置できると。まあ、これも、まあ、例えば、三田駅の近くの、まあ、河川だったら、まあ、あの1キロほどっていうことを言ってますけども、まあ、これも工事始まったら最初はまあ300メートルでも
500メートルでもいいと思うんですよ。で、一回水ためて、どんなものかで一回、排水してみたときに、どういうふうな、発電量になるのか、これから先、さらに500メートル延長できそうなのかどうかとか、まあ、作ってみてから、まあ、少しずつ、その距離に近づけていくというような形で、行っていただけたらなと思います。まあ、今日、まあ、兵庫県の方では雨で、まあ、今のところはそんなに大した雨じゃないんですけども、まとまった雨じゃないんで、まあ、ある程度まとまった雨じゃなかったら、まあ、大した貯水量っていうものが見込めませんので、で、まあ、私の方の見立てでは、地下水流トンネル発電と河川水門回帰玉発電を日本中に設置して、1秒間の発電量が1000万キロワットまで、年間平均で、ね、届けば、これも上出来であると、琵琶湖でも含みで作れたとしたら。だからその辺のところで、大阪府が多分琵琶湖の水を使用してると思うんですよ。で、今月中に琵琶湖の撮影に行ってきます。滋賀県まで。で、まあまあ、自分が兵庫県ですから、大阪通って、京都通って、滋賀県に行くわけじゃないですか。で、滋賀県の方から、まあ、まだ30キロほど歩いて撮影して、まあ、京都府通って、まあ、まあ、そのまま、京都府の桂川に合流する一歩手前の宇治川っていう名前にか、まあ、琵琶湖から流れてる川は瀬田川っていう川なんですけども、まあ、読み方がちょっと違うかもしれません。まあまあ、河川とか地名っていうものは、まあ、一般的な読み方と違う時ありますから、大体勘で言ってます。瀬田川、まあ、まあそういうふうな、まあ地図見てもらった方がわかりやすいと思うんですけど、まあその河川を撮影しに行って、水位を見たときに、大阪府のどれぐらいの高さの建物まで水が本当に供給できているのか、これを見たら大体わかります。で、兵庫県の一個ダムか京都府の、高山ダム、このどちらかから大阪のあの高層ビルっていうのは水引いてると思うんですよ。それしなかったら絶対電気に水汲み上げてることになりますから。それだけは絶対しちゃならないし、高いビルを今後絶対作らせないでください。理想は4階建てで、階段の広いエレベーターのない建物です。それを作ってもらったら、エレベーターをいちいち稼働させなくて済むので、電気代がかからない。電気を使わない。エネルギーの消費につながらない。みんな階段登ったら良かったんですよ。最初から。で、高いビルを建てなかったら良かった。もうこの考え方でいったらいいんですよ。で、人口少子化なんですから、もう20年も少子化続いて、エネルギーの残存量問題とか本当の話を知ったときに、諦める人は諦めるでしょうから。その結婚してね、子育てっていう世界を。自分の子供がその生きてる間にエネルギーが尽きたらどうしようとか、そういうふうな心配とかされる方はされるでしょうから。だけども、もうそれもオープンにしてみんな節約の世界開いてもらえる方、これ無理です。本当に。早期、大変なことになります。これはもうまず間違いない。だから、まあ、今回の、アップロードさせる内容が、まあ、しっかりと、豊田章男さんや、岸田総理や、エネルギー庁の方たちや、各国会議員の方たちが自分で見て、淡井圭介が喋ってる内容を、理解していただくと、まあ、そういうふうな形まで、まあ、進むことを願っています。それしなかったら、まあ、日本中の各都道府県知事や市長も世代交代ありますから、それは国会の方から、彼の言ってることをこれ絶対全うしてくださいよっていうようなことを言っておかなかったら、またビル作りっぱなしになりますよ。この間大阪の高等裁判所行ったらまだビル作ってたんですから。大阪の中心地で。頭悪いですから。本当に。ものすごく。やめなさいって僕は今まで何回も言っても、政府を通して、政府は動いてくれてなかったんでしょ結局。建築業界がお金欲しいからお金、仕事を渡して自分たちが票欲しかったんでしょっていうことになるんですよ。答え。もう厳しい言い方しますけども。だからそんな人間も許せないんですよ。はっきり言って僕からしたら。50億人以上の命の方がどう考えても、上でしょって。あなたたちの仕事がどうかって。そんなことよりもって。状況を見たらわかるでしょって。しなきゃならないことぐらいって。まあ、こういう話になります。で、本当に、こういった状況と情報っていうものを早く淡井圭介をテレビに出して、
しっかりと言わせていただけるような環境を作っていただきたいということですね。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、チャンネル登録と、あと、身の回りの方たちに、ホームページ YKS 家の利益に、まあ、アップロードしている内容とか、しっかり見た方がいいと。まあ、そういうふうなこととかおっしゃっていただけると助かりますね。今、ホームページをちょっと整理して、例えば建設業界の件だったら 3.15 政府の方たちへ通報というような形で、名称をつけて、そこにいろいろ集めています。撮影した内容の、ものですね。で、だからそれ見て、今はそんなことをしている場合ではないっていうことを、しっかりと認識していただきたいなと思います。まだ、まあ、河川水門回式ダム発電と、だからまあ、仕事したいんだったら、河川水門回式ダム発電とか、かまど発電作ってくださいよっていうことになるんですよ。で、加古川の河川で、なんとか、ちょっと待ってくださいね。ホームページ、淡井圭介の力の、55番のかまど発電のところにも、記載しといたんですよ。その加古川を撮影しているときに、まあ、河川の幅がやたらと広いものですから、まあ、水が溜まることが まずないと。で、河川のサイドのところがどうなってるかって言ったら、ものすごい量の、竹の林とか、もう木が生えてるんですね、いっぱい。で、枯れてる竹が、何百本もあると。で、そのすぐ近くにある、まあ、学校は、小野市立、小野南中学校っていうところなんですよ。だから、ここの中学校に、まあ学校の先生でもいいと思うんですよ。もしくは体育の時間で、社会勉強みたいな形でね、かまど発電、加古川の河川から、枯れてる竹とか倒木を、拾って持って帰ってくると。まあ、1、2キロ、3キロっていうところですね、歩いて。だからまあ、すぐですよ。まあ、1時間以内ですね、歩いて。だから、まあ自分たちで運んで、自分たちで発電して、まあ自分たちで冬暖を得ると。まあそういうような形で動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ55番のところで、まあこの近辺の、神戸市北高かな。神戸市立北高校、神戸電鉄の唐戸台の駅の近くにある高校は、こういう風なところから竹を持って帰ってきてくれたらいいっていうことで、いろいろアップロードしています、新たに。それも55番、まあ、かまど発電のところですね。だからその辺のところで、その、西宮のね、その、北口のインターチェンジのあの竹の林を、どこの悪い建築業者があんな無茶苦茶なことをしたんだっていうようなことをね、僕が、まあ、いろいろ、物申してると。まあ、こういうふうなことになるんですよ。だから、早くね、その、かまど発電とかも始めなかったら、もう、これも、使える時って言ったら、まあ、冬場限定になってくると思うんですけども、その、結構ね、歩いてみた感覚で言うと、神戸市北区の、山田町っていうところがあるんですけども、完全に山間部で、周り完全に山です。もう、すごい田舎のところですね。だからまあ、そこの山田中学校と山田小学校も、まあ、かまど発電するべきだなっていうことは、まあ、ドントダムっていう、筑原湖、ドントダムっていうところを撮影しながら、神戸電鉄の、谷上駅ぐらいからの、撮影のところで、まあ、僕は申し上げてるんですけども、結構ね、小中学校で、かまど発電が導入されるところ、いっぱい出てくると思うんですよ。もう根拠あるんですよ。まあ、これ見たら分かる通り、もう枯れてるだけってね、もうこういうふうに、もうものすごいいろんな地点でいっぱいあるんですよ。だからこういうような資源を活用しない手はないっていうところで、あと、その、地図で言ったら、ちょっとね、この地図大きいので、どこまで分かりやすいかどうか、まあ、この辺が、
まあ、電鉄沿いなんですね。で、まあ、町があって、まあ、ここに道路があって、横に河川があって、まあ、この辺りも河川の両サイド、竹林がいっぱいあるんですが、まあ、この辺りにね、山田中学校や山田小学校があって、まあ、この辺りがドントダムで、まあ、この辺りとか、まあ、畑とかが盛んな地域っていうところになってくるんですけども、この辺のところの民家の人たちにも自宅で、ね、その冬場かまど発電っていうものを認めてあげて電気を売電すると、その民家さんの近くにすぐ自宅の裏とかにね、歩いて、まあ、10分なり、ずっと竹林が続いていくようなところとかあったりしますから、絶対枯れてる竹はものすごい数あるのがもう目に見えてるんですね。だから、歩いて、まあ、15分以内のところでしたら簡単に誰でも持って帰ってこれるじゃないですか。だから、そういったものを利用して、なんせね、枯れてる竹とかを集めるのに、チェーンソーとかね、とにかくガソリンが いるようなことをしてほしくないんです。電車で、神戸電鉄さん の採石車とか、まあ、昔木を運んでいた列車とかあるんですけども、そういったものを使用させてもらってね、学校まで、運搬してもらうっていう、駅まで手で運んで、まあ、そういうようなところまではいいと思ってるんですけども、その基本的にはトラックなんかでも運んでほしくないんです。それだったら各地に家がもともと点在してるんだから、そういったところで、ね、各個人の家庭で認めてあげたらいいんですよ。そうすれば収入にもなるでしょうし、発電してくれるっていうことになるんですよ。だから、まあ、東北、北海道とか秋田県とか長野県とかもそうでしょうけども、多くの24の県が実は神戸市民より数少ないんですよ。神戸市民の数がだいたい147万人ほどなんですけども、24の県がその人口よりも下回ってるんですね。だから結構田舎の地点が多くて、だからまあ枯れてる竹とか倒木とかいっぱいある。で、干ばつ手入れ、まあ、これはもうかまど発電域だなっていうような木、公園とかにも結構ありますよ。もともと職人なんか無理な方ですから、だんだん枯れていきます。ですので、そういったものをしっかりと早期に、カットして、で、あとまあ建設業界の、公園とかに、職人を従う、やんちゃな行為、どうせ枯れますから。この辺のところも、そこに消防署があるんですけども、警察署からもうちょっと、坂登ったところに。で、その街路樹のところを、ここ1、2年ぐらい前に、10本ほど切ってもらってるんですよ。で、切ったら切ったで、中どうなってるかって言ったら、元気な木は元気な木であるんですけども、そうじゃない木もやっぱりあるんですよ。もう切ったら中は空洞化してるんですよ。だからいつ倒れてくるかわからない。これが街路樹の実態なんですよ。もともと運んできて植えたりしてるんですよ。で、それ切った後、ああ、これで良い見本にしてくれたのかなと分かりやすく。で、まあ、僕は写真に収めたりとかしてたんですけども、そしたらね、今度そこの根っこまでどうせ重機使ったですよ。引っこ抜いて、アスファルトとか周り剥がしてね、何したかって言ったら、もう一回どっかから街路樹持ってきて植え込んでるんですよ。もうそれ調べた方がいいです、本当に。国の方で。日本中の各都道府県知事と市長に、各県議会、市議会でもう一回ちょっと全調査して、どこの建設業界がわけのわからんガソリンの使い方してるんだっていうことで、一回もうちゃんと指導して罰金、裁判所払わせた方がいいです。本当に。エネルギーの残存量、君たち本当分かってないでしょって。社会人として失格だよって。君たちは1人前の給料をもらうのが100年早いよっていうことで、しっかりと、対応していただけたらなと思います。これで仕事回してたのが行政の人間だったら、もうその人たちのボーナスも吹き飛ばしてください、本当に。そうしなかったらどうせ覚えれないでしょうから。以上です。まだ生活保護でも頑張ってる淡井圭介よりです。皆さん。対応ご協力のほどよろしくお願いいたします。世界中の皆さんでしっかりと、この危機を乗り越えましょう。ロシアとかアメリカとかは、あれだけ国土面積ありますから、ブラジルとかカナダがね、水力発電で全電力の6割を賄えてるんですから、ブラジルはちょっと前は8割賄っていましたけども、それ河川水門解析ダム発電とか、僕の考え方の導入でさらにその数字は上がるでしょうし、どう見てもアメリカとかロシアは、
あれだけの国土面積あったら 100% 近く行きますよ、どう考えても。でそこは銃器頼らないで、アメリカはアメリカで人口を、まあ、日本の3倍ほどいらっしゃるじゃないですか。で、あのアスリートの人たちも多いじゃないですか。だからそういう人たちとか、スポーツの学生部の人たちで、まあ、あとは一般業で力仕事してる人たちとかで、河川の土砂のかき出しだとか、まあ、河川水門開閉式玉発電の設置だとか、まあ、そういうふうなところ、できるだけガソリンを使わずに、作っていくと。まあ、こういうふうな形で世界中動いていただけたら、話が全然変わってくると、こういうことになりますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。まあ、ロシアはね、どう考えてもあれだけの国土面積があったら絶対電力、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電で、100いけると思いますよ、本当に。あ、まあ、他にも蒲田発電とかいろいろ私の提唱するものを導入してもらってっていうようなことになってくるとは思うんですけども、そういうことです。皆さん、早期に動けるように、まあ、その工事にちゃんと僕を投入してね、こういうふうにしてほしい、ああいうふうにしてほしいって言ってる内容を、しっかりと、実行していただく、そしてそれを映像化することによって、世界中の人たちがそれを見たときにね、あ、こういうふうに工事したらいいんだっていう、その水の集め方とかね、効率性の良さ、その辺のところを、世界中の方に知っていただけたら、早く、そういうものが敷設されるんじゃないかなと思っています。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。